こいつができたぞ。ほれ、一つ持ってけ。はい、皆さんこんばんは。それでは今回もですね、ライバーライブの近未来編のね、続きの方をやっていこうと思います。で、いきなりですね、やっていたことがこの寿商会の藤次郎の藤兵衛の、アイテムの改造っていうのがね、できるようになっております。で、まあ、いろんな、アイテムをですね、この藤兵衛に預けると今みたいにドカンドカンっていって、改造してくれるんですよね。で、まあ、それでね、結構いろんな、強い武器とか作って、武器とか防具とかね作ってくれたりするんですけれども、中にはですね、この、ナパーム弾からどんどん派生していって作る最強アイテムっていうのが、最強武器なのかな、タロイモが装備できる、なんかね、重火器みたいなのがあるんですけれども、それでね、一番強いのが作ることができるんですよね。ちょっとね、そこまで飛ばしたいと思うんですけれども、間違えた。はい、それではですね、先ほど作ったポイズンジェットをさらに、進化させまして、寿ラッカー、これね、派生というかね、できるものがいくつかあるんですけども、それはね、何ができても問題はなくてですね、で、昭和金と途方でさらにこれを進化させると、でですね、これが、改造がですね、毎回成功するわけではなくて、ミスることもあるんですよね。まあ、失敗で、それの確率がね、だいたい 50% ぐらいなのかな、感覚的にはね。なので、今回かなりね、調子いい方なんですけども、もっとね、沼ると、改造がめちゃくちゃね、時間かかったりもするんですよね。で、今ね、早速もう、金トト砲も、改造が完成しまして、昭和ひよこっこ砲というものができます。で、まあ、ちなみにですね、この昭和ひよこっこ砲、これが一番強い、武器なんですけれども、ひよこっこ弾を打ち出す大砲となっているのですが、これをですね、さらに改造しようとしても、類でこれ以上のもんはちょっと作れんの。ということでね、これが最終強化された、アイテム、武器だということがわかるんですよね。で、これを、タロイモにですね、装備させることによって、戦闘でですね、めちゃくちゃ強い、攻撃をすることができます。ちょっとね、そこだけ、見たいと思います。このひよこ弾ですね。ひよこ爆弾、雨あられ、強力な単体攻撃。まあ、ちょっとですね、待機時間は長めなんですが、ひよこ弾、ほらほらほら、ほら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 、259っていうね、とんでもないね、強い、武器なんですよね。ででんでんででん。ということでね、それでは少しね、武器とか、アイテムとかね、揃えつつ、あとは少しね、レベルも上げつつ、ストーリーの方を進めたいと思います。はい、ということでね、少しレベルを上げまして、またね、ちびっこハウスまで戻ってきました。でですね、こちらに、家の中にね、戻っていくと、キャーってね、太鼓姉ちゃんの悲鳴が聞こえるんですよね。ちょっと見に行ってみましょう。どうしたの？どうした？あ、クルセイダーズがめちゃくちゃいる。いや、そんなこと言っても。
助けて健一さんということで、カズが右下にね、男の子捕まってしまっているんですけど、やばいぞ、助けないとということで、まあ、あのまたクルセイダー軍団と戦っていきましょう。まあ、特にね、あのそんなに強い敵がまだ出るわけではなくて、多分これで一撃倒せるんじゃないかね。どんなもんよ、どんなもんよ。で、ただずらかるぜ、ずらかるぜ。カズはですね、放せよということでね、カズは、捕まってしまうんですよね。早く助けに行かないと。あ、無法罰、ケンイチさん。あ、こいつがケンイチさんなのか。何があった？クルセイダーズの奴らがカズを。何、ふざけやがって。あ、待って、俺も置いてかないで。なんていいお天気、絶好のバイク日和だわ。バイク日和だわ。危ないじゃない、危ないじゃない。ちょっと借りるぜ。あ、そんな、ということでお前も来んだよ、ね、タロイモはね傍観してましたが、ほい、お姉のバイクを盗んで、追いかけましょう。待って、あれ、なんかすごい遠回りしてない？いきなりね左側行ってればなんか追いついた気がしたんですけど、ま、そこはねしょうがないところがありますよね。で、ここの、埠頭のこの倉庫のところを、歩き回って、ちょっとね数を見つけなきゃいけないんですけど。兄ちゃん、どこだ数。あ、そっちか。待ってろ、今助けてやるからな。兄ちゃん、待て待て、クルセイダーズ。兄ちゃん、カズも元気だな。めちゃくちゃ叫んでるけど。兄ちゃん、まだまだ叫ぶぜ。待て。兄ちゃん。あ、一人転んだ。おい、いや今急いで行けば間に合ったんじゃないの？そう、待て待て。兄ちゃん。で、今度は右下から、あ、いた。すぐ助けてやるからな。待ってろ。待って、無法罰先にこっちついてなかった。あ、いた。追い詰めてやったぜ。追い詰めたぜ。てめえ、いつもいつも俺たちの邪魔をしやがって。ぶっ殺してやる。まあ、ただ人をね誘拐してるのに、なんかすごいね自分たちは悪くないみたいな感じで言ってますけど、ビビらせてやるぜ。まあ、とにかくね、そんな人さらいなんかは、重要な犯罪なので、あ、ひよこ放送備してない、重要な犯罪なのでね、まあ、あの叩きのめしてあげましょう。まあ、今回もですね、あの無法松がいますので、あの強い敵は無法罰に任してね、戦っていくといいですよね。まあ、ザコはこの主人公ね、アキラの超能力とかで、範囲攻撃でね倒していけばいいんですけどね。やりね、本当にこいつら何だったんだ。誘拐の目的は何だ。へっ、吐くわけねえだろ。ということなのですが、あのね、心を読めば当然そんなのは筒抜けなんですよね。筑波の研究所へ2000人連れてかなきゃ、あの陸軍総帥に。なんだって、筑波の研究所に2000人も誘拐しなきゃいけないので、陸軍総帥が絡んでるってこと？この、暴走集団だけじゃなかったの？こいつら陸軍とか筑波とか。それを無法松に知らせると、何か心当たりがあるのか？
乗り込むか。つくばに。つくばに。ということでね、ケンイチさんは、無法松は、つくばにね、乗り込むかってね、心の中では言いながら、なんか静かにね、帰っていくんですよね。待ってくれよ。待ってくれよ。まあ、このクルセイダーズたちは置いといて、ちょっとね、ちびっこハウスまで戻っていきましょう。はい、ちびっこハウスまでね、戻ってきました。で、まあ、さっきのね、無法松はいなくなっているわけですが、ここでですね、この、妹のね、かおりちゃんに、なんかなんか具合悪いのかなっていう感じがするんですけれども、心を読むと、ダメ、松さんのことお兄ちゃんに感づかせちゃ、松さん言ってた、帰れないかもしれないって、絶対にお兄ちゃんには言うなって、ということをね、隠すためにバカ野郎、かっこつきやがって、ネタフリをしていたんですよね。つくばに。ということでね、先ほどの、クルセイダーズがなんかね、不穏なことを言っていたつくばの研究所っていうところにね、行かなくてはいけないんですけれども、ちょっとね、研究所に行く前にさらにね、少しレベルを上げて、乗り込もうかなと思います。でですね、つくばの研究所っていうのが、敵が来てる。このね、ワールドマップの一番右側にあります、建物なんですよね。早速入っていきましょう。で、ここにね、黒服を着た人たちが、いるんですけれども、このつくば研究所に何か用かね、アポはあるのかい？ということで聞かれるのですが、そんなもんねえ。そんなもんねえ。アポはねえけど、用ならあるぜ。ね、ここに松が来てるだろう。ということでね、黒服とのバトルになるんですけれども、こんなね、一般人相手に銃を構えてるんですよね。まあ、そんな奴らがね、まっとうな奴らなわけがないということで、早速ぶちのめしていきましょう。でですね、レベルを、13ぐらいまで上げたのかな？なので、結構ね、いろんな技とかも覚えたので、まあ、いろいろとね、使いながら、技をね、使いながら進んでいこうかなと思います。でですね、今このちょうど獲得アイテムに、MK バッジっていうのが手に入ったんですけれども、これもですね、ことぶき紹介の東米で、改造をするとね、結構いい、装飾品にアクセサリーに変わるのでね、そこは忘れずに、改造をしていこうと思います。ちょっとね、この筑波研究所の中もいろいろ探索してね、アイテムとか、まあ、敵とか戦いながらね、今のドロップアイテムなんかを集めながらね、行こうかなと思います。あとはね、このフリーズイメージなんかも非常にね、強い。あ、キャンセルされちゃった。攻撃となっているんですけれども、まあ、溜めがあるのでね、敵の攻撃がすぐに来るような場合だと、溜めがね、あんまりない攻撃で戦っていった方がいいんですよね。え、これ一撃倒せたりする？おえー、あ、ダメだ、倒せない。太郎、あ、反撃だ。よし、ローテンショート。で、あとは待機がない技っていうと減るイメージかな。地獄を見てみな。まあ、敵によってはね、全然攻撃が入らないような技なんですけれども、普通に、ね、人型だったら結構ね、攻撃が当たりますね。それでは研究所の中に入っていきましょうか。で、
女の人はいるけど、あらかわいい。お金なさそうね。まあそりゃ子供ですからね、お金はあるわけないですよね。ちょっと待ってね、まあ、右の方が正解のルートなんですけれども、ちょっとそこ行く前にアイテムは特に転がってたりはしないのかな。これはなんだ君は。ガードマン何してる。こいつは特に戦ってこないのか。よいしょ。あ、こいつらはね、あの黒服じゃないから、あの攻撃してこないのか。でトイレもあったり、広いな。あ、なんか出てきた。なんだ君は。こんな感じで、戦闘に、あ、ドーベルマンが出てきたぞ。ただこれも黒服を倒すとブレイクダウンが狙えるのでね。よいしょ。焦らずに黒服に狙っていけばいいかなと思います。ただ両方とも倒しちゃったら、やっぱりねこのフレームイメージがですね、すごい優秀なんですよね。特にためもなく使えるのでね。待機時間か。頭悪そうね。すごいな、評価がひどいな。金は安いし休みは取れない。ブラック企業だったのか。すごいね、あの国が運営してそうな場所なんですけどね。手投げ弾、投げナイフということでね、ここでロッカーでね、アイテムなんかを取ることもできます。それではね、これで進んでもいいんですけれども、進めるとちょっとね、戻れなくなってしまうので、一旦あの MK バッジなんかを改造してきてね、また戻ってこようと思います。くらいやがれ。おら、はーい、先ほどのね MK バッジを改造することによって、このね金の髪飾りっていうのが、手に入れることができます。でですね、これも結構あの優秀な、あ、間違えた、頭装備なんですよね。特殊攻撃力が上がるので、まあ、あの超能力が得意なこのアキラにとっては非常にねいいアイテムなんですよね。それではね、これでまたあの筑波研究所の方を、進めていこうかなと思います。はい、それではね、筑波研究所の方に戻ってきました。でね、一個ちょっと説明を忘れてしまっていたことがあるんですけれども、あのタロイモの強化方法についてね、アキラの方はですね普通に敵を倒していくとレベルが上がるのですが、タロイモの方はねレベルは上がらなくて、このですね強化パーツっていうのを使うことによってどんどんねあの強さを上げることができてできます。で今もね4つ持ってたので全て使ってしまいましょう。まあこれ以外にはね特に必要のない、アイテムなのでね、まあ使っていってしまって問題なさそうですね。それでは、まあ、いろんな部屋も入りつつ進んでいきましょうか。同じようなことばっかり考えてるな。でアイテムを回収して、で黒服の、背後を取ってね避けつつ、これは大丈夫かな。よいしょ。あ、気づいた後少しね硬直するので、その間に、避ければ全然ね、簡単に避けれそうですね。よいしょ。これ真ん中行けばよかったのかな。まあいいか。こっちじゃなかったっけ。あ、これトイレか。なんかすごい社長室のトイレっぽいですね。あ、これ避けらんないかな。あ、避けられた。で、こっちは進み道じゃないけど、アイテム回収していきましょう。でね、なんか怪しい二人組がいますが、何やってるの？なんか怪しいぞ。今勤務中です。しつこいわね。あ、でもなんかまんざらでもないのか。
なんかナンパしてしようとしてるんですね、この男の人。全く勤務時間中にね、けしからんやつですね。で、この黒服が守ってる扉の奥にはちょっとね、見ていこうと思います。まあ、いろんな技を使おうと思ったのですが、このね、フレームイメージが優秀すぎてついこればっかりになっちゃうんですよね。どんなもんや。この扉の奥は何があるのかな。侵入者ね、でもなんか悲鳴を一つ上げないのか、すごいな。でね、さらにアイテムがありまして、よいしょ。で、この奥もね、アイテム部屋となっています。よいしょ。まあ、ここまでいろいろとね、アイテム揃えてから東米にね、改造を依頼した方が、早くね、いろんな機密ファイルを見られては、機密ファイルがどこかにあるのか。田所ただし、クルセイダーズとの抗争で死亡。長男アヒラと妹の香織はチビックハウスに引き取られる。これ自分の親父のことか。冒頭にね、ありましたけど、初代のリーダーは松井健一。健一さん、渡辺幸三、シンデルマン博士の助手、現在行方不明。シンデルマン博士って誰だっていうね、ちょっとした裏事情が、見ることができます。で、健一ってね、太鼓姉ちゃんが無法松のことを、健一さんって言ってましたが、まさかというのをね、ちょっと見ながら、よいしょ。あ、捕まっちゃった。進めていきましょうか。で、この奥が、よいしょ。あ、また見つかっちゃったか。で、こっちには、あれ？ここから来たんだっけ？あ、こっちから来たのか。間違えちゃった。普通に、来たところまで戻ってきてたので、これでこっちのエスカレーターに乗って、で、進んでいきましょう。で、こっちかな。あれ、なんかぐるぐる回ってるか。ここか。で、この扉の奥に、あ、クルセイダーズがいる。え？なんでこんなところにクルセイダーズがいるの？いやいやいや、おかしいでしょう。まあもうね、まあもはわかっていたことなんですが、これでね、クルセイダーズとこの筑波研究所っていうのはね、すごいつながりがあるんだなっていうのがね、わかるんですよね。どうしよう、もう一個左行ってフリーズイメージでいいかな。固まっちまうんだな、固まっちまうんだな、パキパキってね。あ、でも全然効かないな。このラリアットするやつにはね、効いてますけど。危な。で、あとはどうしようかな、まあ、普通に殴っていけばいいかな。このね、クルセイダーズには普通の物理攻撃の方がね、効きますからね。タロイモパンチ、パンチ。あんまりね、超能力が効かないんですよね、こいつら。普通にローキックとかの方が早いかもしれないね。で、これはどうしようかな。避けて、
このタロイモがですね、攻撃範囲がちょっと微妙な感じで、自分のね、すぐ周囲っていうのがね、普通の攻撃が当てらんないんですよね。まあ、なんだろう、ヒヨコ砲とかは、周囲とかでも当てられるんですけどね。ちょっとタメがあるので、確実に倒していくには、殴った方が早いですね。どんなもんや。で、クルセイダーズの、集団をやっつけて、バカ野郎。バカ野郎、この声は、なんでそっちから来るの？真正面から乗り込んでくるバカがどこに？他に道があったの？待て！教えてくれよ、松。こっから先が本番だ。根性据えろよ。オッケー。あ、やった。松が仲間になった。ということでね、もうそろそろ、ラストが近いのかな？という感じなんですけども、まあちょっとやってみましょうか。で、あ、ちょっとこれ強い黒服だな。よいしょ。ここら辺はもうアイテムはなさそうかな。ちょっと調べていこう。特にそのファイルとかも、もうあれで全部かな。侵入者、博士に知らせなければ。あ、すごい、まともな。あ、ブザー鳴らしちゃった。おい、何をしやがる？たくさん来た。めちゃくちゃ来たぜ。ということでね、ガードマン、黒服よりも、ちょっとね、強さが上がっておりますが、倒していきましょう。地獄を見てみな。で、イメージ。これでだいぶやっつけられたぞ。あとは残った残党をやっつけていこう。ガンマ戦。やばい攻撃してくるぜこいつら。で、近づいて殴っていこう。ナズマアッパー。ターで、あとは普通に殴った方が早いかな。どんなもんよ。こんな奴らでも容赦しないぜ。よし、それじゃあ進んでいきましょう。もっと捕まりそうだぞ。で、真ん中が進む道なんですけれども、ちょっと左の方もね、見てみましょうか。今度はジェネラルか。よいしょ。裁きを受けな。裁きを受けな。あ、強い。めちゃくちゃ強い。あ、でもラッキー。あの、敵の動きをね、止めることができましたね。あとは、投げていこう。ピヨピヨ。防御力が上がったぞ。どうだ？まだやっつけられないか。さすがにこれで倒せるかな？よし、オッケー。どんなもんや。もうちょっとでね、アキラもレベルが上がりそうですね。で、ここは極秘ラボってなってますけど、まだ背中が未完成で目がむき出しなんだな、これが。でも今日はデートだから残業しないで帰っちゃうんだな、これが。これ実はね、この後出てくる、敵のですね、裏情報なんですよね。で、すごいね、研究者たちがたくさんいますけどね。で、液体人間はロボットの血液のようなもの？東米が言っていた液体人間っていう言葉が、ここでもね、また出てくるんですよね。でですね、この奥に、いろいろと、なんかやばそうなのがありますけど。なんだこりゃ。これね、実は、液体人間なんですよ。
F49F、 まあ覚えておきましょうか。でこの、まあ、中にいるのね、全部元人間みたいな感じでね、すごい恐ろしい実験を、ここではね、しようとしているんですよね。避けられるかな？よいしょ。あ、ダメだった。捕まっちゃった。ラジコン。めちゃくちゃラジコンがあるぞ。待って待って、これ、当てられるかな？当てられるけど倒せないな、きっとね。しかしな、ちょっとずつラジコンやっつけつつ、ガードマンにね、近づきましょうか。これいけるかな？あ、ダメだ。動いちゃうか？よいしょ。当てられた？あ、大丈夫ですね。ギョ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 。ガン。あ、やった、レベルアップ。もう技は全部覚えたのかな？よいしょ、あれ？あ、普通に移動速度で負けてんのかな？まあ、倒していきましょうか。またね、ちょっと強いジェネラルですね。裁きを受けな。ホームインブローとひよこ砲でね、どん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 倒す、戦っていきましょう。攻撃をね、当てていきましょうか。なんだぜ。おれ。ひよこだ。よくかめよ。もうちょっとで倒せますね。どうしようかな。無フォーマス、これ届くかな、攻撃。普通にパスした方が良かったかもしれないですね。あの、アキラにね。頼んだぜ。もうちょっと。ド根性キック。ド根性。ド根性。あ、倒せなかった。あ、これ、アキラやられちゃうかもしれない。あ、大丈夫だった。よし、反撃でこれで倒したかな。よし、それではね、扉を開けて進んでいきましょうか。ID は F49F ですね。これだ。ピポピポ、開いた開いた。で、なんかヤバそうなやつらがいるけど、人間かこいつら。なんだ貴様、兵はどうしたのだ。よ、山崎、知り合い。貴様は松井。松井。おお、無法マスとは松井貴様だったか。やっぱり知り合いなの？うっしゃしゃ、ちょうどいい。これ博士ってなんかあのゾンビみたいな顔してるけど大丈夫？お様のためのモルモットがさらに増えたというわけだ。おインコ様？我が名は死んでるマン。あ、さっきなんか行方不明になったって言ったし、博士？生きているのに死んでるマン。私を変人扱いした学者どもは皆液体人間にしてやる。なんだって。取り逃したのはあの男、東米ただ一人、ケルル。これはね、人間じゃなさそうなんですけどね。お主らには分からんのか、人間か。この素晴らしさが、現代科学と古代よりの英知が日暮里のおでお寺で一つとなるので、ケル。おでお寺。2000人の生命が一体となり、大インコ像に我らが神おでお様がお降りになるでける。またね、出ましたね、おでお。やっぱりね、今回も、おでおっていうのが、出てくる、まあ、ラスボスなんですよね。この汚れた世界もあと少しで救われるでける。っていうね、まあ、こいつらはですね、せっかく来てくれたのだ、手ぶらで返しては失礼だ。危ない思想を持った、まあ、軍人というかね、やばいやつらなんですよね。博士からささやかなプレゼントがあるそうだ。何くれるの？テストを行いたかったところです。液体人間ロボット W1 号、
その力を見せてあげなさい。え、なんだって？ドカンドカン。ボンバー。お前殺す。そんな言葉使っちゃダメだぞ。ということでね、液体人間 W1 号というのが出てきました。でですね、先ほど研究員がこのね、背面、背中がガラ空きだって、ガラ空きというか、装甲がね、ないようなことを言ってたので、一人ね、裏に回り込んで、攻撃をすると、大ダメージをね、与えることができるんですよね。あとは、ヒヨコ弾とか狙っていけばいいのかな。裁きを受けな。どうだ、くらえ。あ、時間停止。ラッキー。あとはね、今度もう箱殴りにしていきましょうか。よいしょよいしょ。ヘビーブロー。ちょっとね、まずは、回復もした方、でも、痺れてる。これはチャンスだ。待って、裏から攻撃した方がいいかな。多分ね。待つだけ、こっちから攻撃していて、残りは裏からね、攻撃しましょう。でちょっとね、HP やばいので、回復していきましょうか。よいしょ。バナナクレープ。行くぜ。うまい。ミサイルこれ全部当たったらやられる？あ、でも大丈夫かな。クラゲー。ヒヨコ弾はどこから攻撃してもあまり変わらないかな。あ、反撃きた。あ、倒したかな。そうか、また最後が自爆ですね。ネクスト。よし、無事に倒しましたね。こんなとこか。あ、液体人間ということでね、この、注入されたのも実は、誰か、元ね、人間だったんですよね。シコハウスで。うわー、こいつ、渡辺の。渡辺のね、父親だったんですよね。てめえら。バカ野郎、逃げるぞ。陸軍相手じゃ分が悪い。タロイモ、逃げるんだ。スクバの秘密を知って生かして返すと思うか。思うか。逃がさせてもらおうと思います。はい、無事に逃げてきました。で、東米にね、事の顛末を説明しまして、死んでるマンベイ。奴に手を貸しているのは陸軍総帥山崎、そして日暮里にあるおでお寺の雲流じゃ。あんな奴らの思い通りにさせてたまるか。何か打つ手はないのか。ブリキ大王が動けばあるいは。まあ誰ですの、そのブリキ大王さんって。古代メカブリキ大王、かつて古代バビロニアの聖人が念力で動かしたと言われるロボット魔人じゃ。ロボット？かっけー。かっけー。兄ちゃんの超能力でブリキ大王を操ってよ。悪い奴なんか叩き潰しちまえ。香織、大丈夫か。いや、超能力でね、動かそうと思ったんだけどね。話を続けて。
では無理なのじゃ。まあそういう言い方もあるな。なんつうかその、念力か。念力なしでも液体人間を注入すればタロイモのように動かすことも可能じゃろうが。おいトーベ、それは言っちゃダメだろう。赤耳ガメをたくさん取ってきてやるよ。無理じゃ、ブリキ大王はあまりに巨大じゃ。人間の精神でなければ動かせん。私を液体人間にして。そんな、カオリ、何バカなこと言ってるの。分かってるの、私はもう治らないのよ。だから液体人間になればずっとお兄ちゃんと一緒にいられるもの。ずっとずっと。バカ言うな。こんなふざけた事件にマジに取り組むことはねえ。ここは一つ俺がやってみる。残念だがお前さんでも無理じゃ。昭和の男に無理なんて言葉は通用しねえぜ。かっこいい。男無法末、無理を通してみせるよ。無法末っていうか昭和の男だったのかお前。こりゃ待たんか、わしの発明ぞ。はい、ということでね、かおりちゃんが異性になるようなことを言いましたが、まあ、当然ね、そんなことは受け入れられないっていうか、なんか不治の病なのか、バカなことしちゃダメよ。まあ、太鼓お姉さんにね、見張っておいてもらわないと何をしでかすかね、ちょっとわからないところがあるのでね、まあ、ここでね、ゆっくり休んでてもらいましょうか。で、松がね、走っていってしまったので、ちょっと追いかけようと思うのですが、今回はね、ここまでにしたいと思います。また次回ね、続きの方やっていきましょう。それでは、皆さんお疲れ様でした。さようなら。